ふざけんじゃないわよ。ゆうか、あんたね、私をバカにするのも大概にしなさいよ。お姉ちゃんたらいきなりどうしたの？めちゃくちゃブチギレてて、ウケるんですけど。今日親戚のおばさんが家に来たのよ。しかも大量のお見合い写真を持ってね。聞いたらあんたに頼まれたって言うじゃない。あ、もう用意できたんだ。さすが親戚で一番のおせっかいババアね。あんたおばさんや周りに適当なことを言いふらしているらしいわね。私が優香の婚約者に振られたとか、そのせいでずっとショックで寝込んでいるとか、妹の婚約者を好きになるなんてダメよって。なんで私が説教されなきゃいけないのよ。私の婚約者を奪ったのはあんたの方なのに。こんなことをバカ正直に言えるわけないじゃない。でもショックで寝込んでいるのは本当でしょ。だから私なりに心配しておばさんに頼んだのよ。男を忘れるには新しい男だからね。は？私って本当に優しくていい女だわ。かわいそうな姉のために親戚のおばさんに頭を下げてあげたんだもの。なのにいきなりブチギレるなんてひどすぎ。むしろヒステリックすぎて怖いんですけど。ふざけんじゃないわよ。こんなことをされて怒らない方がおかしいでしょ。っていうか、お姉ちゃんってこの間私絶縁だって言ったよね。もう私に連絡してくるなって言っていたくせに、結局自分が連絡してくるってどういう神経してるのかしら。本当にあんた心からムカつくわ。未だに私から拓也奪ったことも謝らないし、それどころかいつも私を見下して、お願いだからもう構わないで。私のお見合いなんてあんたが心配することじゃないのよ。おいミワ、お前よくも優子ちゃんの優しさを台無しにしてくれたな。は？せっかく彼女がお前のためにお見合い用意してやったのに、わざわざ親戚のおばさんに頼んでやったんだぞ。それを感謝するどころかブチギレるなんてふざけんな。ゆうこちゃんがかわいそうじゃないのか。うるさいこの浮気野郎が。私が今一番顔を思い出したくないのはあんたなのよ。もう二度と連絡してこないでって言ったじゃない。うわ、こわ。ゆうこちゃんが言っていた通りのヒステリック女だな。やっぱりお前寄せて正解だったぜ。は？30過ぎると女はヒステリックになるっていうのは本当だな。だから俺に捨てられるんだよ。お前みたいな30過ぎたババアは何の価値もない。若くて可愛い優子ちゃんに乗り換えられて当然なんだよ。なんですって。そのお前はちょっとしたことにも細かいし、ちょっと家事を頼んだだけで私は母親じゃないって怒りだし、そういうところがだるいんだよ。彼氏に家政婦扱いされたら怒るのは当然でしょ。婚約して同棲した途端、家事は全部私に丸投げ。喧嘩しても直してくれないし、挙句の果てに浮気なんて。これで怒らない方がどうかしているわよ。ああ、争い女なんだからそれぐらい許してくれないと。そんなんじゃいつまでたっても結婚できないぞ。はあ、30過ぎた女は若さも可愛さも何もないからな。あるのは何をされても許してあげる母性のみ。なのにそれもないんじゃ、お前もう女として終わったな。そんなんじゃ二度と彼氏すらできないぞ。だからこそ優子ちゃんがお見合い頼んでやったのに、全部余計なお世話なのよ。あんたなんかに私の価値を決められたくない。略奪カップルがいつまでも調子に乗ってんじゃないわよ。人を不幸に落とした愛なんて絶対長続きしないんだからね。悪いな、俺と優子ちゃんは相思相愛の仲なんだ。もうすでに結婚式の話を進めているし、永遠に愛し合うんだよ。略奪カップルのくせに結婚式なんてあげんのね。お前も早くウェディングドレスを着られるように頑張れよ。ま、俺さ、ババアと結婚してくれる男なんてもはや定年間近のジジイしかいないだろうがな。これは一体どういうこと？まさかあんたたちから結婚式の招待状が届くなんて。私とあんたはもう絶縁しているはずよね。そうなんだけど、お姉ちゃんのお見合いがうまくいっていないって聞いたの。だからそんなお姉ちゃんがかわいそうで仕方がなくて、絶縁中だけど特別に結婚式に招待してあげることにしたの。は？なんでそれが結婚式の招待につながるのよ。私たちの結婚式はね、お友達をたくさん呼ぶつもりなの。職場の人も呼ぶし、盛大にたくさんの人にお祝いしてもらうの。だからきっとお姉ちゃんにいい出会いが見つかると思うんだよね。そんなもの私には必要ないわ。
一心に強がっても逆に惨めだよ。その年で彼氏なしは結構きついでしょ。ましてや拓也くんみたいな大企業勤めはそうそう見つからないし、ここは素直に出会いを見つけに参加した方がいいと思うな。日本語が読めないようだからもう一度言うわね。私にそんなものは必要ないの。まあいつまでも意地を張っているんだから、じゃあもういっそ私のわがままってことでお願い。可愛い妹のわがままだと思って出席してよ。あんたのどこは可愛いのよ。最低女の間違いでしょ。その最低女に負けたお姉ちゃんはゴミ行くだけどね。は？だってそうじゃない、拓也くんを奪われた時点でお姉ちゃんは私に負けたの。私をボロクソに言うのはいいけど、自分に跳ね返ってくるんだからね。私が最低女ならお姉ちゃんはそれ以下のゴミ女だから。よくもそんなことが言えたわね。プッププッププププ、今きっとすっごい顔して怒ってるんだろうな。それが悔しすぎて泣いていたりして、なんだか浮気がバレた時のお姉ちゃんを思い出してきちゃった。あの時のお姉ちゃんの顔ブスすぎて本当に笑ったわ。何ですって？あ、お姉ちゃんが結婚式に来てくれたらまたあの顔が見えるのかな。タケ君をバレて悔しくて悔しくて泣いちゃったあの時の顔、どうしよう、私また見たくなってきたんだけど。私のドレス姿を見て悔し泣きしてるお姉ちゃん、結婚式に見れたらきっと大盛り上がりだね。クズすぎてもはや何も言えないわ。とことん最低な性格をしているのね。そんな私をタケ君は愛してくれてるけどね。というわけでお姉ちゃんの結婚式参加は絶対ね。私はどうしてもお姉ちゃんに幸せな結婚式を見せつけたいの。可愛い妹のわがままくらい許してよ。わかった、出席するわ。さすがお姉ちゃん、最後には私の言うこと聞いてくれると思ってたよ。それじゃあ当日はとびっきり可愛い格好してきてね。もしかしたら本当に奇跡の出会いがあるかもしれないしさ。あらさ、何に少しでも若く見えるように頑張ってよね。ええ、とびっきりおめかししてあげる。そして結婚式を盛り上げてやるから覚悟しておきなさい。楽しみ。それじゃあ出席で招待状の返事をよろしくね。お姉ちゃんには一番いい席を用意してあげるから。ふざけんじゃないわよ。一体なんてことしてくれたの。あんたのせいで結婚式は台無しじゃない。え、そうかしら。結婚式なら随分と盛り上がっていたように見えたけど。私の余興にみんな大興奮だったじゃない。しかも最後は拍手喝采で、頑張って余興した甲斐があるってものよね。私にはブーイングの嵐だったけどね。お姉ちゃんには拍手の嵐で、新婦にはブーイング、そんな結婚式聞いたことがないわよ。そんなこと言われても、ブーイングされるようなことをしたあんたが悪いんでしょ。姉から新郎を奪ったことを知ったらお祝いする気がなくなって当然よ。ふざけんじゃないわよ。よくも役立つのことをみんなの前で暴露しやがったわね。親にも友達にも親戚にも秘密にしていたのに、しかも最後はあんたの婚約発表なんてしやがって、人の結婚式でなんてことしてくれたのよ。拍手喝采でまるであんたが今日の主役みたいだったじゃない。あれにはさすがに私も驚いたわ。多少お祝いしてもらえるとは思ったけど、あれほどとはね。皆さん盛大に拍手してくれるし、道着までしてくれて。タクヤが学生時代ラグビー部だったことは聞いていたけど、とても素敵なラグビー仲間がいたのね。っていうか、あの婚約発表は本当なの？タクヤ君に捨てられてまだ数ヶ月しか経っていないのに、あれだけショックで寝込んでいたくせに婚約なんて信じられないわ。どうせ強がってついた嘘なんでしょ。それが本当なんだよね。おせっかいのおばさんが素敵なご縁を紹介してくれてね、そのままトントン拍子で婚約することになったのよ。あの親戚ババアのお見合いがきっかけなの？でもお見合いはうまくいってないって噂だったじゃない。最初のお見合いは全然うまくいかなかったわ。あんたがおばさんに頼んだせいで、やりたくもないお見合いを次々とさせられて。だから本当は私が優香に婚約者を奪われたことを説明したの。そしてもうお見合いなんかしたくないことも伝えたわ。そしたらおばさんが私に言ってくれたのよ。
最後までおせっかいさせてちょうだいってね。はぁ、次からは厳選に厳選を重ねて素敵な人を連れてくるわ。もう恋愛したくない気持ちはわかるけど、そんなのだね。妹たちよりも幸せになることが一番の復讐なのよって、私を必死に励ましてくれたの。そして本当に素敵すぎるお似合い話を次々持ってきてくれたのよ。素敵すぎるってイケメンとか、顔も整ってるし、会社の社長やら弁護士やらお医者様やら、あとは元芸能人の経営者もいたかしら。こんな素敵な人ばかりで申し訳なくなるぐらいのお見合い相手だったわ。そんな人婚活しても出会えないような勝ち組ばかりじゃない。そしてその中の一人とすごく話があってね、妹に婚約者を取られたことも全部知った上で告白してくれたの。私が恋愛に積極的になるまでいくらでも待ちますからって。それがすごく嬉しくてすぐに婚約しちゃったわ。結局どんな人と婚約したの？年収はどれくらい稼いでいる人なの？詳しい年収まではわからないわ。でも会社を複数経営しているって言ってたし、結婚したら1年間の生活費として1000万渡すねって言われているわ。だからそれで専業主婦としてやりくりしてほしいって。あ、もちろんそれとは別にお小遣いもくれるみたい。何よその最強旦那は。社長で生活費は1000万もくれてお小遣いもあって、超最高のスパダギじゃない。そんな男を紹介できるなんて、あのおせっかいババア意外とやるわね。本当に感謝しかないわ。今日の婚約発表もおばさんが背中を押してくれてね。妹のわがままを聞いてあげるんだから、姉も少しぐらいわがままなことしても問題ないわって。余計なこと言いやがって。やっぱりただの超おせっかいババアじゃない。おかげでたくさんの人に婚約を祝わせてもらえたわ。素敵な結婚式に招待してくれてありがとう。でもこれでもう私たちのやりとりは終わり。元の絶縁中の島に戻りましょうね。言われなくても戻るわよ。もうお姉ちゃんの顔なんて見たくない。私の結婚式を台無ししたことは忘れないからね。二度と連絡なんかしてこないで。おい、意味はお前本当に他の男と婚約するのか、俺のことはもう好きじゃなくなったのか。なんなのよその質問は。あんたなんかとっくに好きじゃないわ。そんな、なんでそんな冷たいことを言うんだよ。俺はまだお前のことが好きなのに。はあ？あんたには私から乗り越えた優子がいるでしょ。あの子と相思相愛なんじゃなかったの？そうだけど、なんかお前の婚約はめちゃくちゃショックでさ、お前が俺以外の男と結婚すると思ったら悲しくて不安で、お前の手料理が一気に恋しくなったんだよ。え？ミワに口うるさく怒られていた日々が懐かしいよ。ユカちゃんは俺に何も文句は言わないけどさ、かといって積極的に家事をしてくれるわけでもないし、二人とも何もしないから部屋は汚い、いつも外食だし、なんかそういう毎日が急に辛く思えてきちゃって。なあ、俺たちってやり直せないかな。できるわけないでしょ。急にバカなこと言わないでよ。俺は本気だ。やっぱりお前と結婚したい。出会って数ヶ月の男なんて捨てちゃいよ。お前には俺がいるじゃないか。私にいるのは新しい婚約者よ。あんたと復縁なんて絶対に嫌。実の妹と浮気するような男なんて論外だわ。そんな。お友達や職場の人も呼んだ盛大な結婚式をしたばかりじゃない。バカなこと言ってないで、あんたは優香と幸せになりなさい。私もあなたたち以上に幸せになってみせるから。どうしてくれるのよ。昨日の結婚式の影響が止まらないんだけど。影響って？両親には略奪婚がバレてぶん殴られるし、親族も非常識すぎるんで大説教してくるし、友達なんてみんな私と絵を切りたいって言い出したのよ。人の男を奪うような子は信用できないって。そりゃそうだよね。優香のお友達もそろそろ結婚ラッシュを控えているし、もし彼氏や婚約者を奪われたら友と仲良くできないよね。さすがに友達の男を奪わないよ。実の姉の婚約者を奪う人が言っても全然説得力ないから。それに何が一番最悪って、拓也くんがうじうじしたしたことなの。昨日からずっとお姉ちゃんの名前を呼んでいてね。私と結婚したのに私のことを全然見てくれないの。あらあら、それは悲しいわね。じゃあ頑張って振りまかせたら、料理を頑張ってみるとかいいかも。
なんで私がそんなことしないといけないのよ。っていうか料理なんて一番大嫌いな家事だし。それなら大丈夫よ。今ならおせっかいおばさんが料理を教えてやろうかって言っているわ。え？今ちょうど一緒にお茶をしていてね、もしよかったら料理教えるわよって。でもそれなりに厳しいから覚悟しておいてね、だって。いやいや、そんな面倒なことしたくないわ。じゃあ彼に捨てられないことを願うしかないわね。料理も掃除も何もしないお嫁さんだけど、彼が他の女に浮気しないことを静かに願っていなさい。ちょっと何よその不穏な言葉は。私浮気されるかもしれないの。いつか彼に捨てられちゃうの。絶対するとは言い切らないけど、フラグはあるよね。だって一度浮気した男が二度としないなんて考えられないし。そんなのありえないわよ。私はきっと大丈夫。拓也さんは私のことを絶対に裏切らないはずよ。でも昨日彼から私によりを戻したいって連絡があったわよ。なんですって？もちろん断ったけどね。でもすでにあんたを捨てることに何も思うことはないよね。そんな嘘でしょ。あれだけ盛大に結婚したのに離婚とか無理だから。しかも浮気されて乗り換えられるとかマジでありえないから。そうならないように願っているわ。それじゃ私はこれで。もし料理を教わりたいときは遠慮なくおばさんを頼るのよ。その後、優香はすっかり疑心暗鬼になっているらしく、拓也の荷物のあちこちに GPS をつけているんだとか。そしてついに料理も頑張ってみることにしたようですが、これが超絶下手くそで、余計に拓也は家に寄りつかなくなるように。見かねた親戚のおせっかいおばさんが、私が教えてあげるって言ってるでしょ。浮気男でも一発で虜になるお肉料理のレシピ教えてあげるわよ。遠慮しなくていいのよ。と玄関前で大きな声でインターホンを鳴らしているんだとか。おかげでご近所にはすっかり略奪婚夫婦だと広まっているらしく、優香も拓也も肩身の狭い日々を送っていると聞いています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。